外は雨が降り出しておりますね。台風の影響でしょうか。今日からね、天気崩れそうですね。もう空真っ黒なんでね。おはようございます。今日もね、那覇市の朝からおはようということで、みゃーちめんそれしもじけちちゆうきです。ということでね、今日も一日やっていくわけなんですが、本日が2024年ね、7月の23日ということでね、沖縄はね、本当もね、4日目ということですね。今日はですね、台風3号の影響どうでしょうか。一応雲多めでね、こんな感じ、空青空晴れてはいるんだけど、雲が多めっていった感じかな。で、目の前に小学校があるんですけど、ラジオ体操終わっただろうと思われる子どもたちがね、帰っておりますね。今の時刻が6時45分か50分あたりだと思います。お、いいね、夏休みって感じだね。すみれちゃんはね、眠っておりましたね起きてラジオ体操するかって聞いたんですけど、旅先ではね、疲れるらしく眠りたいということだったので眠らせております。今日僕はですね、ちょっと親戚の用事がね、ありますので、おそらくね、ビデオ回せないので、僕はね、セブンイレブンに行ってね、すみれちゃんの朝ごはんと僕の朝ごはんをね、ブルーベリー買いました。作業も終えたんでね、今ちょっと昼食がてらね、お買い物に行っております。いいね、なんだかんだ言って雲は多いんだけど晴れてますね。で、風もそんなにないんで、台風の影響はね、受けてないのかなといった印象です、今のところ。イオンハエバル来ました。じゃあちょっと買い物していきたいと思います。じゃあ吸ってます。スミレちゃんがくら寿司に吸い込まれていきました。食らっていきたいと思います。種か、うん、種ね、美味しいっすね、姉ちゃん。うん、やべ、これ、ここの味顔取り、パンの好きなやつ出ました。おお、緑や、これラッキーや、一番上手だし、これラッキー。絶対
ほら。相当は雨が降り出しておりますね。台風の影響でしょうか。今日からね、天気崩れそうですね。もう空真っ黒なんでね。朝は青空だったんだけど、だんだん曇りになって、もう雨になってます。今昼の12時です。めっちゃ雨降ってますね。やばいね。じゃあちょっと今からですね、親戚の用事ありますので、今日は東側ね、この辺で。おはようございます。ということで本日が2024年7月の24日水曜日ということで、沖縄も4日目、5日目、うん、ですね。で、例のごとくね、朝散歩がてらセブンイレブン向かっております。で、台風の影響なのか、今日はね、空も曇ってまして、風の方もね、若干あるかなっていった感じで、めちゃくちゃ涼しいですね。木々もね、こんな感じで揺れておりますね。ちょっと風が強いです。今日はね、ブルーベリーだけ買いましたね。もうセブンのね、冷凍ブルーベリーめっちゃ美味しかったんでね、ハマってます。だけど宮古では買えないのが残念。じゃあ戻っていきたいと思います、お出かけしてます。今日ね、やっぱ雨降り日和でね、台風の影響でしょうか、めっちゃ雨が降ってるんで、タクシーの方乗りまして、昨日もね、ちょっと買い物で行ったんですけど、イオンハエバルね、ジャスコ、ハエバルジャスコに行って、ちょっとね、映画館とかも併設されてるので、映画見たり、まあ、買い物したりしてね、今日は雨の日なんで、ゆったりとね、過ごしていきたいと思います。それじゃあ行ってきます。トンネルだぜ。雨だね。昨日に引き続きジャスコ来ました。ジャスコに入っていく。どうせ姉ちゃん楽しみ。今日お昼何食べようかな。美味しいのがあったら食べようぜ。フードコートうまそうなのいっぱいある。ラーメンそそるぜ。おー、タコライスもあるし、いろんなのありますね。まずはね、昼ご飯食べようと思ってるんで、今ね、物色中ですね。何にしようか。ステーキ屋さんもありますね。パチパチ。おい、美味しそうだね。シェイキ行ってきます。ピザ食べ放題ね、シェイキーズさん。沖縄本当暮らしてる時、よくねママと行ってたんですけど、もうどれぐらいかな、3年か4年ぶりぐらいにね、久しぶりに行きます。だからランチでね、ピザ食べ放題やっていきたいと思います。楽しみ。じゃあピザ食べていきたいと思います。いかついですね。がっつり取りましたね。コンソメスープにペペロンチーノ、サラダ、スミレちゃん、チェックです。まずはパース、サラカ、サラカ、サラカ、うん、うまい、おいしい、タコラ、うまい、ジンジャーエール、メキシコタコスピザ、うまそう。うん、もうこれ、やっぱ、ビール飲みてだけど、ウォーター、うん、
うまい。第2弾取ってきました、ザピーミートソーススパゲッティ、そしてコークゼロ。スメちゃん、ピザのパイナは許せる派ですか、許せない派ですか。許さん。食べてるか。別にして食わんと無理。ジャスコのシーサー、ジャシー。3年ぶりぐらいのシェイキーズ食べ放題行ったんですけど、ちょっと取る量がね、慣れてないもんでね、最後にピザ3切れ足してね、自分にとどめ刺されましたね。めっちゃお腹パンパンですねといったところで、映画の時間がね、そろそろね、なんで映画館の方に移動しております。シネマサザンプレックス。今日はぼっちちゃんに会いに来ました。映画館来ました。見るのはぼっちザロック。ピンクで来ました、すみれちゃんは。さあ、もうちょいで時間なんで見ていきたいと思います。あ、ポップコーン、キャラメル、塩、メロンソーダ、最強の布陣、ピザ食べたばっかりなんだけどね。映画終わったんですけど、外はですね、大雨嵐ですね、台風の影響、やばい、やばいです。ちょっとね、歩いて今、ジャスコの方に、イオンの方に戻ってますね。うわ、やば、やばいですね、ちゃん。うん。ぼっち面白かった。うん。イオン戻ってきました。めっちゃ雨。それでは買い物してからね、帰りたいと思います。シーシャーガウガウ。今日はもうずっと雨降りですね。今から帰りたいと思います。いやささ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 さいきなりすみれ口足だ。OK、帰ってきてね、夕ご飯チルタイムに入ってますね、晩ご飯。で、僕のノアのゆで卵とか、ね、キャベツとか、そういった感じのやつをね、食べたいと思います。今日は筋トレ日だったんでね、軽く自重でやりました。卵、うん、うん、あ、卵もうま、うん、うま。そしてやはりお供はアサイスーパードライ、シャーシュパードライ、
フリースタイルライではないね。あ、そっか、それか、うん、そうだね、今日はフリースタイルドライなんだね。よし、いただきます。目がたまらんね、うん、平和通り商店街、今日は平日の昼。レインボーのタイム買いましたね、レインボーのどうするか初めてだな。北斎通りに出てきましたね。それでは行ってきたいと思います。ブルース、オッケーです。ありがとうございます。じゃあ、もう関係者、あれが一緒に出てきて一緒に出てきて一緒に出てきて